青木鶴国月9日から1961年10月18日は無声映画時代にアメリカ合衆国で活躍した日本出身の女優。アメリカにおいてアジア人として自分の名を冠した映画を持ち映画ポスターに名を飾った初の俳優である川上乙次郎の名。本名は青木鶴。別名は青木鶴、早川鶴子とも。女優名は 鶴青木。1889年、福岡市に生まれる。父親は漁師、母親は川上乙次郎の妹かつ。1899年に乙次郎、定役こら川上一座と共に渡米し、サンフランシスコで一座の子役として舞台に立つ。一座が金を持ち逃げされ、経済的に逼迫したため、パシャデナ在住の画家、青木氷斎に出演。 1914年の映画、台風で、早川雪舟と共演したことがきっかけで、結婚した。結婚直後、フランク・ボーゼージと共演したザ、ザラース・オブ・ザ・ゴッツが封切られ、人種を超えた恋物語が大いに受けてヒットした。早川と鶴子は、1918年にハワース・ピクチャーズという映画会社を起こし、しばしば二人で共演した。二人の映画は好調で、 ハリウッドヒルズの豪邸に住み、二人の優雅な私生活は、たびたび映画雑誌などで報じられた。1910年代に出演した約40本の映画ではいずれも主役級であり、アジア人としては、初のスター女優だった。日本人排斥運動などの高まりで、1920年代に入ると人気が陰り始め、早川と共に、フランスで仕事を始めた。 1923年に一旦アメリカへ帰国したが、2、3の出演作があるのみで映画界を引退し、仕事の拠点をフランスに変えた早川に代わって、早川が他の女性との間に設けた3人の子の母親として家庭に入った。1933年、長男、幸男を連れて日本へ帰国。1961年に福幕園のため日本で死去。 72歳ボーツ。1891年12月25日の説も、ある。アジアン・アメリカン・アート、A ・ヒストリー、1850から1970、ゴードン・エイチちゃん、マーク・ディーン・ジョンソン、ポール・ジェ・カールストラム、シャロン・スペイン・スタンフォード・ユニバーシティ・プレス、二千派、アイン・スイクリピーディック・ディクショナリー・オブ・ウィメイン・アーリー、アメリカン・フィルムズ、 1895から1930デニース・スローラ・ラウトレッジ2005ハット・アメリカズ・フィルム・レガシーダニエル・エアガンコンティニウム・インターナショナル・パブリッシング・グループ2010アンスピーカブル・イメージズエスニシティ・アンド・ザアメリカン・チネマレスター・ディ・フリードマン・ユニバーシティ・オブ・イリノイ・プレス1991スロー・フェード・ズ・ー・ブラック・トーマス・クリップスオックスフォード・ユニバーシティ・プレス 1977ハットフリカーズオブディザイヤー、ムービースターズオブザ1910 s ジェニファーエムビーンラトガーズユニバーシティープレス2011ありがとうございます